まさか風が、いやまあ雨はよくね。ところがね、あれなんですよ、僕はあの雨が降ったら会場は中に移してやろうという気分が入ってきたんですけど、風が吹いた場合はきっと中止だったんですね、多分ね。なるほどね。一緒じゃねえかよ、ね、まあそんなこともあったら、おかげといったら変な言い方ですけれども、今日はあの宮城さん貸していただいて、こんな風に皆さんにまた集まっていただいて、ね、あの可愛い話をこうやってまたみんな大好きな歌を歌ってくれることができました。どうもありがとうございます。せっかくなんで、会場じゃなくなったので、僕があの先日も使わせてもらった会場で、好き勝手やらせてもらったんで、今日ここにたまたま来たんとかまた落ちちゃってですね。また落ちたの？なんか僕が持ってる機体にまた似てるんですよ。なんか偶然にも手にピックが。話が二転三転して大変申し訳ありませんが、一つここで告知を思うんですけれども、実は本日 こちらで大丈夫です。皆さんの紹介いただいてください。来てれるんで、この辺で、はい、5月の22日、僕の誕生日の2日前なんですけれども、日曜日、またやりたいななんて思っていてですね、実は、一番僕から見て三河空の青空、そして僕から見て真ん中ガンディコ、よっしゃー、まずはその2つが決定しましたね。まあ、なかなかですね、遠いところから浜娘さん来ているので、時間的にですね、いつも僕ら遅い時間にライブをやってしまうので、そうすると帰る時間が例えば1時とか2時、さすがにそれで次の日、平日なので、なかなかまた早い時間でやるんです。必ずまたやりましょうと運営さんと約束したので、きっとその時はまた出てくれると思いますので、今回はひとまず青空、ダンギコ、東京から僕 の昔一緒にやってたバンドの仲間で、声優で並木のり子っていうのがいるんですけど、並木のり子が、ね、来てくれるということになりまして、並木のり子と、あと、富山でですね、東京で昔声優やってた、軽音とかやってたね、出てた女の子で、エコっていうのがいるんですけど、エコと誰だっけな、誰にもいいな、もういいよ、お願いだいぶ誰だっけな、いや、でもこの画面が出てこないとすっきりしてるだよね。思い出した、言っていいのかな、言って多分いいんだよね。先月の2月も多分じゃない、2月も一緒にやりましたけれども、ホリリエ、芝子春というですね、なんとかレボリューションから、そこのメンバー2人組でもたまに一緒にやったりするんですけど、そこのお二人も出てくれることになりまして、まあ、あとまたなんかちょろちょろまた増えたり減ったりしつついろいろやっていくので、ぜひ5月21日またこの場所でお会いしましょう。よろしくお願いします。なんかいろいろ言っちゃったんで、これで喋るとおっさん喋るの長くなるんで、マイクお返しします。ということで、マサさんもね、出てきてくださったので、最後はみんなでこの曲を歌いましょうか。タイトルコール、みんなで行っちゃいましょうか。はい、じゃあ、せーので。
まりいいこと言えないんですけど、座っていただいて、著名さんが、お仕事の悪い中、お集まりいただいて、悪かったんですかね、お仕事で。集まっていただいて、日本はるばるいろんなところからお越しいただいて、皆さんもね、いろんなところからお越しいただいて、ありがとうございます。こんな風にですね、いろんなところでいろんなアイドルたちは自分たちの身を削って時間を削って頑張ってやっています、僕は、曲を書いたりとかたまにイベントやったりとかしかできないんですけれども、自分のできることはそんなことぐらいしかないと思って頑張ってやっています。これからも彼女たちをできるだけ支えていけたらなと思いますし、皆さんがいないと彼女たちは全く何もできません。そのためにも皆さんたちも、俺はいいかなと思わないでこれからも彼女たちに顔を見せてあげてください。と彼女たちの活力になることは間違いないはずです。本当に今日皆さんご忙しい中集まっていただきどうもありがとうございました。ありがとうございます。物販がありますので、ぜひお越しください。はい。